はい、皆さん、こんにちは。ジュラシックワイドライブ、えー。今日はですね、えー、レイドバトルのシノケラトプスボスが出ていますので、早速バトルやっていきたいと思うんですが、今日はですね、iPad と Android と2画面でですね、2アカウント、同時中継ということで、初挑戦してみたいと思うんですが、はい、まずはですね、えー、iPad 側の方で、はい、アカウント、ルームを作っていきますけど、こっち側はヒーダー役でエドモントグアノドン入れます。 で、サブの方ですね。今から呼び出してますが、サブの方は、まあ定番のですね、インドミナスレックス2ですね。を出してやっていきたいと思うんですが。さあ、これね、結構ギリギリなんですけど、頑張ればね、あの、討伐できるってことは、前回ですね、もう挑戦済みなので、はい、それをね、ニヤカでやりたかっただけなんですけど、さあ、やっていきましょう。さあ、始まりましたね。まずは、最初のとこですね。 はい、えー、ここをどう乗り切るかなんですけど、まずはですね、えー、ここで、スピードが、勝っていないので、向こうスピード落としてくるんか。なるほどね。はい、ここで、そうなんだよなここではい、フロークを打ってきますが、片方でスピード落としていくんだけど、これでスピード落として、スピード落としてだったら結局勝てないよね。そうだよね。しかも向こう、次、 あの先生、打ってくるので、だったら、こっちを使わない方がい,いいね。ちょっと次見直しましょう。はい。まあ、こっちの方が強靭衝撃なんで、まあ、効果はあるんですけど、ただ、次のターンのことを考えれば、はい、これ使えなくなるので、はい、ここは、ここで、あの、1倍打っちゃうとですね、向こう、次の、もう次のターンの時に、先手が取れないんじゃないかと思うんですよね。はい、ここは打っていきますけど、 この次のターンのことを考えると、はい、ここで、ここで本当は原則って言った方がいいかもしれないですね。じゃないと、この次のターンの時に、向こうがね、えー、先生、あ、でもまあ、そうだね、えー。ここで復活を打っといた方がいいのかな。もう一ターン耐えられそうなので、はい、ここは総合撃等の組み合わせでいってましょうか。さあ、これで、はい、まずはですね、はい、 スピード上げてくるのに対して、こっちも総合激度打っていきましょうか。はい、ここどうなのかなまあ、前回はこう総合激度打たないでシールド破る方を取ったんですけど、まあ、ここはパワーをつけて次のターンに合わせた方がいいかなという作戦なんですけど、はい、次のターンのとこで、 はい、向こうが打ってくるのでね結構きついんですけどこれ当たるとね厄介なんですが、はい、もう一ターンできればね耐えたいんですよね復活打ちたいとこなんですけど、はい、一応打っときますか、はい、一応ちょっと打っときますかねこれ前回ですねちょっときついのは来たので一応1個打っときますがただねあのインドメスレックスに来ちゃったらもうアウトなんですけど シールド貼ってるから、ちょっとこれ失敗だなここで2倍使っちゃったのはもったいないかもしれないですね。ただ危なかったですね。2004ですから、やっぱり死んでましたね。はい。ということで、ここでクロークを撃っていきます。で、片っぽは復活打っとかないと厳しいですね。はい。これでまずこの1ターン乗り切りましょうか。 はい、ここを乗り切りますけど、また向こうが減速を打ってるので、そうすると次のターンの時に先制取られちゃうので、あんまりよろしくないんですが、はい、きついね。さあ、次のターンが、このやり方だったら、あ、耐えられるかなはい、ここで減速を打っておかないと、はい、その次のターンで困りますね。さあ、 ここね、こっちに来てくれるとね、あのー、スタンかからないとね、助かるんですよね。はい。さあ、これ一回で倒しきれると大きいんだけど、ちょっと無理かなあ、若干残ったね。若干残ったので、ここで立て直しを図りたいとこですね。はい。では、これを打っておいて、復活を打ってお、一回で倒せるかなちょっと厳しいかな一応復活打っといた方がいいかな 復活じゃないや、えー、ここでね、どのぐらい戻ってくるかによるので、このぐらい戻ると、はい、ちょっと1回じゃ倒せないかもしれないので、はい、一応、あ、倒せたか。だったら復活打てばよかったですね。まあまあ、いいでしょう。さあ、次のターンですね、2ラウンド目に行きますが、さあ、ここで今度は、はい、 えっと、メインの方を復活打たないと厳しいんだけど、打てないんじゃないか打てるうんと、向こうは、はい、えー、スタン攻撃撃ってくるので、ここで、はい、2倍を打っていきましょうかね。で、片方は、ちょっと復活かけとかないと厳しいでしょう。まあ、2011あれば、はい、耐えられると思うんですけど、 問題はスタンがですね、どっち側に来るかなんですけど、これどっちに来るんだインドミアス X に来てくれると助かるよね。かからないからね。さあ、ここを打っていきますけど、さあ、ここでまたクロークタイムですね。はい、ここは、グループ代役が来るので、耐えたいとこなんですが、これ、クロークと、 そしてこっちに対して耐えれると思うんだよね。だけどスピード落とされるのが嫌なんで、はい。ちょっと回復はもう一個待ちますね。どっちにしろ落とされるか。まあいいや。はい、ここはちょっと耐えましょう。はい、耐えてもらって、はい、次のターンで復活かけたいとこですけど、向こうはまた汁貼ってくるかな はい、ここを打っておいて、さあ、次復活をかけていきましょうかね。復活かけないときついか。こっちが先に打てるので、うーん、ちょっときついかもな。インドミナスに当たるときついな。さあ、これどっち来るそっち来るね。これちょっときついな。耐えた。 これ耐えれると助かる。助かる。はい。えー、ここ耐えれると、さあ残りわずかになってきましたので、えー、頑張るぞ、えー。もう少しだと。さあ、では、ここで、総合激動を打っていきますかね。で、復活をかけないときついかな。はい。ターンは、はい、当たるかもしれないけど、まあ1488あれば、 耐えれると思うんですけど、はい、耐えれますね。でここで、スタンかからないので、総合激動をかけていきましょうと。はい、これで攻撃力と移動速度を上げて、えー、最後のとこで打っていきたいと思いますが、ここきついな。はい、これきついな。はい、ここは結構いかないと、はい、いかないと、次のターンで 負けちゃう可能性がありますので、ここ勝負だ。よし !OK! ということでですね、2アカウントで倒すことができました。ぜひ皆さんもですね、インドミナスレックス2とエドモントグアノドン、この2つの組み合わせですね、挑戦していただければと思います。はい、ありがとうございました。バイバイ。あ、報酬見てみましょうか。<laughs> はい、えー、報酬見ていきましょう。まず、サブから見ましょうか。 はい、えー、サブの方の見ていきたいと思いますけどはいそういえば今ギリギリだったってことですねあれあともう1んだったらね死んじゃってますからねはいでは、はい、シノケラトプスドンと75おおサブサブはねまだシノケラ集めているので、えー、助かりますねでメインの方はシノケラトプスまあ本当はいらないんですけどはい、えー、いくらもらえるかこっちは少なくてもいいんですけどさあ開けてみましょうドンと 同じですね。75もらいましたね。はい。ということで、以上になります。ありがとうございました。バイバイ。